はいどうも、ビップです。やってきました、ビップです。よろしくお願いします、ビップです。ということですね、本日なんですけどもね、次世代エース発掘企画です。ありがとうございます。はい。まあちょっと適当なタイトルつけましたけども、まあリアタイにおいてですね、はい、このゲームに関してですから、うん、そこはね、受け取り間違えたらダメですよ。ゲームで次世代エースを発掘していこうというコーナーで、まあサムネ見てもらったら分かると思うんですけども、こちらの選手です。はい、孫チャーホー選手ですね。はい、孫チャーホー選手。あれね、孫選手ね、なんでやと、まあんまり知らない方多いと思うんですよ。孫選手がなんで強いかっていう理由ね、これ見てもらったら分かるんですよ。ツーシームがね C なんですよね。ただ C なんですけど、そのキレが C なんですよ。ツーシームって多分キレが C で、変化量はね大野選手と同じぐらいか、大野選手ちょい下ぐらいあるんですよ。でキレが C あるんで、結構ね曲がり幅大きいんですよね。なのでこれ例えば今 A ランクなんで、特殊能力多分おそらく超重い球なんですよね。超重い球で、これちょっと3までしか上げれんかったから3までしか上げてないねんけど、多分おそらく S ランク出たら超重い球の、ここでもしタイピンチとかついたらえらいこっちゃなんですよね。えらいこっちゃ孫チャーホー選手なんですよ。でこのチェンジアップもなかなかね、変化球なんていうかな、変化の仕方がなかなか鬱陶しいんですよね。なんかこうえんってこう、わかる、ええんってなるんですよね。だここがね結構強い。で縦すらもまあ、あのタイピンチがついた時、あの超高速フェードやったら結構振っちゃいがちなんで、まあ、期待を込めてちょっとエースになるんじゃないかなっていうね、中継ぎのね、次世代の中継ぎのエースじゃないかなと思ってます。はい。でもうしっかりね A ランクで極みにしてきました。特訓もマックスでね、ちゃんとここはやりたいと思ってます。なのでね、早速リアタイで使っていきたいと思います。はい、じゃあやっていきましょう。相手の方結構打率高かったっすね。試し外ですね、試し外。あ、試し外のある人ね、うん、もしかしたら試しガールの可能性あるよ、試しガール。まあそんなガールはいないと思うけど、まあいきましょう。あ、これ柳選手使ってみた動画じゃないですよ。僕あの柳選手普段あの使ってるんで、もう今リアタイで。甘い、危なー。はい、ナイスボール。いや、いいね、柳さん。あんまりね、柳さんと当たることないじゃないですか。柳さんとあんまりぶち当たることないと思うんで、多分結構苦戦すると思うわ。初見の方とか特に。うん。はい。ああ、これ振らないか。なるほどね。ああ、マジか。よし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 。ああ、パリ警戒にしてた、パリ警戒。あ、オッケーオッケーオッケー、大丈夫大丈夫。次ね、ちょっとアウトコース遊ぼう。おーしよしよし、これね、タイピン出てほしいんよな。変化球が決まっています。あっという間に2ストライク。セカン、よーし。いや、いいなこれマジで。だって相手の方は結構打率高かったっすよね、多分。初球は何で来るか。おーしよ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 し。あー、ストレートいこうか。アマストいこうか、アマスト。うわー、これね、シフトな、タイピン、タイピン、よーし、このタイピン。うわー、振らない。おっしゃー、よっしゃよっしゃ。あ、ちょっと待って、孫選手忘れてた。あ、ちょっと待って、孫チャーホー選手出す。あ、上沢投手、昨日俺が動画出した上沢投手来てんけど。この方の上沢投手の配球もちょっと見ようか。はいはいはい。 いや結構ね、昨日の動画のコメント欄見たら、いや上沢投手強いからみたいな、弱いって言ってんのお前だけやからみたいなコメント結構多かったっすね。すいません、はい、素直に。僕はね、打ちやすいんですよね。やっぱ自分の感覚を相手に共有したらダメですね。はい、ちゃんとそこはあのしっかりとなんていうか、フィードバック取っていきたいと思いますんで。はい、フィードバックって言い方合ってるんかな。わかるんよな、なんか俺ツーシームとフォークが。だからなんか結構配球悪いっていうコメントも結構あったんですよね。ストレート、ツーシームとフォークばっかり投げるバカな脳筋は噂使うなみたいな言われてて、まあ、それは本当に申し訳なかったんですけど、ただまあ大会は強いと思うよ、多分大会はね。ただランク戦において噂投手そんなに苦じゃないん、まあ、これ A ランクっていうのもあるかもしれんけどね。やばい、これ孫選手出せないよ。孫選手の出る出番がないよ、おそらくこれ。分かるよなこれ、フォークの通信も。けどやっぱり俺は使わないかな、先発で。多分ランク戦の分かるんよね。もうこれ終わりやん。あ、まだか。ちょっと待って、もう1試合やるわこれ。ごめん、次はちゃんと孫選手出すから早めに。
今日俺動画出したからな、相手の方ここのフォーク使ってみて一回。そうそういうこと、そのフォークよ。相手の方打率に、あ、けどオーダーすごいな。さあこれ、とりあえず石川投手一人打ち取ったらもう孫選手出すね。多分裏でまた5点入れそうやから。はい、ああちょっと待って、打率詐欺出た、打率詐欺出てるわこれ多分。帰るわ。さあ来ました孫選手。あー変化でマイナス1になるか。そっか、とりあえずアウトコースのツーシーム。いやーあかんわ、変化量がみんなマイナス1やからあかんわこれ。ああもう絶対打率サギャーですよこの人。打率サギャー、打率サギャー出たー。めっちゃ捉えてくるやん。はい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 、曲がりがヘボイは A ランクやからやっぱり。うわコントロール悪ぬ。このチェンジアップ打てる。サギャーやな、打率下げストですね。あ、マイナス1じゃない、カプスラ行くわ。いや俺ね今ね14連勝中やから負けたくないんよな。おっしゃ、よし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 、またマイナス1じゃない、マイナス1じゃないから。ナイスボー。うわー見た今の曲がり方、みんなマイナス1じゃない時のあの角って感じ見た。ちょっと打率詐欺はね刑法に違反してるから、ここはちょっと罰としてコールドです。フォークしか投げてきてませんこの方今。入った、よし。なんか A ランクの打球飛びやすくなってるな多分これ。裏要素改善でこれ多分おそらく。なんであの高さからあんな落ちるの。ここからやったら普通抜けフォークでしょ、なんでここからこんなとこまで落ちるの。うん、そう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 、ちょっと待って、この方ツーシーム投げないで抑えれるかどうか取ってるなこれ。あ、ツーシーム投げずにバッターを抑えれるのか企画の動画撮影してますねこれ。ほらツーシーム全然投げへんやん。マジで投げてきてない、マジでカットしてるかもしれんけど。あ、今はツーシームやったの。うわあ変化量マイナス1やけどここは孫選手で抑えます。スタミナが心配やけどね。はい、おお、はい、やばい、打率サギャーですよこの人絶対。いやまずいなこれ。おーいいねいいね、いい曲がりいい曲がり。おーちょちょちょ、いい曲がりいい曲がり。よし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 、ちょっときついっすねこれ。あ、癖っちゃってる。あー変えるんか、癖って欲しかったな。これねちょっときついかもっすね、 A ランクの孫チャーホー選手で。 S ランク出た時もちょっと怪しいっすこれ多分。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。おっしゃゲッツ。なあ、まあおそらく S ランク出た時このスピリッツ負けなかった時どうかなっていう感じあるけど、 A ランクで今、あちょっと待って、もう一回試すわ。ちょっとここでね重い球出てるから、重球が。そうですね、あダメだ。さあ阿波野さんからボールを受け取った、福投手は抑えるのか。よし、うん、なるほど、そうですね、うまっ待って、おい打率2割8分は絶対嘘でしょこれ。おまけめっちゃ見分けてんねんけど、しかもこの人。え、うわちょっと孫選手の動画から一つ外れますねこれは。いやうんま、おい操作してんの誰や。おい操作違う人してるやろ。そうですね、おっしゃ、えうわやばいやばい、どうするみんなこれ、俺負けるかも。よし、
やったや。打者一巡してるやんもう。よっしゃ。これちょっともう一試合やろうかなと思ったけど、十二分に結果が分かったんで、あとはこれ勝ちに行くわ。見といて。変える？ああ、なるほどね。タイピンじゃない状態からモイネル選手を出してくると。ただ極み。よし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 。ちょっと今の長そうな。さあここはモイネロが左ピッチャーに対して、右の鈴木誠也選手。やってもうた。やばい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 。いやーこの縦すら強っ。負けたくない負けたくない。やばい、縦すらに頭がいってストレートが停電。よし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 、いける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 。よし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 。俺が負けると悔しいって言ってくれてる方たちにも勝たなければ。頼む入ってくれ。くーさあさよなら。うわー、タイピン出たか。ここでここで出るんか。ああなるほどね。オッケーオッケーオッケー。